こんにちは、テクムセです。今回はエピクロスの至福の生き方です。エピクロスは紀元前300年代に生きたギリシャ人の哲学者です。エピクロスの哲学は原子論的唯物論と呼ばれてますが、まあこれはほっとってもいいでしょうとにかくすごい優しい人だったようです。それでエピクロスの、どうやったら人間は幸せに生きれるかといったところを抜粋してお伝えしたいと思います。それでは、まずこの画面の、半分から下テクムセ君マークがあるところ、これは、真ん中が別に何もない普通で、何かいいことがあったら右側のにっこりマークで、何か悪いことがあったり、病気になったりそういうことがあったら、あの泣いてるマークのとこに、テクムセ君マークが行きます。でその上半分、これ気分ですね。一番上は気分が良い、真ん中は普通、良くも悪くもない、で下は、気分が悪い、これを表しています。何かいいことがあったら当然気分もいいです、でその気分は次第に、良くも悪くもない普通に行きます。で何か悪いことがあったり病気になると当然気分は悪くなり、長く悪い気分のままとどまることもあれば次第に平静に戻っていきます。これは当たり前なんですけど、エピクロスがすごいのは、彼はみんな幸福な状態を気分のいい悪いで判断してるんじゃないんですかといったところ、いいことがある、気分がいいというのは何か不足したものがあったってことじゃないんですか。じゃあ不足していないし気分が悪くも良くもない時はどうなんだですかって言うんですよ。本来それが幸福な状態じゃないんですか。つまり平静な状態こそが本当の幸福な状態なんだと言っています。いつまでたってもいるものがあり続けたらそれは幸福な状態じゃない。また病気か何かで平静に戻りたい状態の時も同じく幸福ではない、それからこんな風にも言います。みんなはなんでないもののことばかり考えるんですかね。今実際にあるもの、皆さんが手にしているもののことは注目しないんですよ。逆にないもののことなんか放っておいて今あるもののことを喜べばいいんじゃないんですか。つまり快でも不快でもない平静の状態で人間は幸福を感じることができる。驚くような幸運が舞い込んでこなくても感謝し喜び満足することができる。それが至福だと言っています。どうでしょう、エピクロスの至福の考え方は。私は面白いと思いました。それではエピクロス至福の生き方以上です。それではまたの講釈でお会いしましょう。